新潟地震は1964年6月16日13時1分41秒、新潟県の淡島南方沖約4 0トルを震源として発生した地震である。地震の規模は M7.5。日本の歴史上最大級の石油コンビナート災害をもたらした地震で、化学消防体制が脆弱な時代背景もあり、143の石油タンクが炎し、 その火災は12日間続いた。以後、石油コンビナート防災の指標の一つとなっている。そして、この地震を機に、住宅地や工業地帯の液状化現象への本格的な研究が始まった。また、日本で地震保険ができる直接的な要因となった震災としても知られ、この2年後、1966年に地震保険制度が誕生した。なお、 1960年のテレビのカラー、放送開始から4年後に発生した、この地震は日本において数多くのカラー映像で被害状況を残すことができた初めての大規模地震である。サハリンから新潟沖へとつながる日本海東円変動帯で発生した地震の一つ。余震は、新欧の北北東南南西方向の約8 0トルの範囲に分布しているが、 震源断層の傾斜方向は明らかになっていない。当時周辺の陸上の地震計設置箇所は少なく、海底地震計は設置されていなかったことから、余震の震源決定の精度は悪い。震源近くの淡島はこの地震によって約1メートル、隆起した。淡島の海岸にはいくつかの断球が形成されており、過去の活動歴を残していて、活動間隔は、 暖球の高さから約2000年間隔とする説と、海底の活断層の解析から約3000年間隔とする説がある。先行する静音化現象があり、信号を中心として、半径約 50km の範囲では16年間にわたって地震活動が低調で、地震の約2年半前からやや活発な活動の後に、本震が発生した。震度の基準。 および観測した市町村名は当時、当時は地震計は気象台のみであり、震源付近の自治体では震度6相当であった。被害は新潟県、山形県、秋田県など日本海側を中心として9県に及んだ。激しい被害で海外のメディアも日本の北西部で大地震が起きると伝えるほどの地震ではあったが、死者がわずか26名だったことから、 奇跡と評されたこともある。山形県の庄内地方は、新潟県に次いで被害が大きく、庄内地方を襲った地震としては、1894年の庄内地震に次ぐ激震であった。鶴岡市の大山、水田区、西郷地区では、家屋の倒壊が相次いだ。児童生徒が犠牲になる事態も多く、同市にある京大幼児園では、園舎が倒壊し、 園児3名が圧死し、園児14名と保育士1名が生き埋めとなった。この事故は園舎の老朽化も原因とされた。この事態を6月18日付の地元市町内日報ではまさに生きながらの地獄絵図であったと報じている。坂田市の私立第三中学校ではグランドに生じた亀裂に2年生の女子生徒が転落しすぐに 病院へ搬送されたが死亡する事故も起きた。地震発生から約15分後には津波の第一波が来週、新潟市では高さ4メートルに達し、その他にも佐渡島や淡島、島根県の沖諸島でも冠水被害が出るなどした。おしなみから始まって、佐渡島両津港では3メートル、塩屋間で4メートル、直越で1から2メートル、岩泉港付近4メートル、 砂浜への駆け上がり現象で6メートルを観測した地点も報告されている。第1波の波高が最も高かった地点もあるが、第3波が最も高かったとの目撃情報もある。また地震から数時間経過した後に最大波高を観測している。深幅の周期は20分程度のものと50分程度のものが重複していた。津波による浸水被害は、 信濃川右岸の山の下地区など、信濃川流域を中心に広範囲にわたり、特に栗の木川周辺など一部の冠水は1ヶ月にも及んだ。大きく傾いた、県営川岸町アパート1955年に発生した新潟大火から復興を遂げてきたばかりだった新潟市内は大きな被害を受けた。信濃川左岸では液状化現象により、 下半の県営川岸市町アパート8棟のうち3棟が大きく傾き、特に4号棟はほぼ横倒しになった。震源に近い品濃川右岸では、新潟空港の滑走路が津波と液状化により冠水し、新潟港内では火災が発生した。特に空港と港の間にある昭和石油新潟製油所のガソリン入りタンクナンバー33の配管が地震動で損傷し、 漏出したガソリンが液状化により流出した地下水と津波による海水の上を広がり地震から約5時間後に爆発炎上した。火は水上の油に燃え移って広がり周囲のタンクも誘爆炎上させ拡大した火災は12日間にわたって炎上し続けた。火災は周辺民家にも炎上して全焼した建物は347棟、半焼6棟、 被災347世帯、罹災者1407人。この火災は、国内で起きたコンビナート火災としては、史上最大、最悪のものであると言われている。この石油タンクの火災は、当時、液状化現象が原因と言われていたが、後に長周期地震動によるものであることが、解明された。また、液状化によって、速報流動現象によって、 モズ京付近の川幅は23メートルほど狭まった。当時、新潟市には水では消火できない石油コンビナートや航空事故などの油脂火災に対応できる化学消防車が未配備で原油タンクの消火活動ができなかったため、自治省消防庁経由で東京消防庁に応援要請があり、鎌田消防署を主力とする応援隊が派遣され、消火に当たった。一時は、 ガソリン用添加物のタンクや水素タンクにも類償危険が発生したが、東京から駆けつけた化学消防車5台と隊員の20時間に及ぶ消火活動で類償を免れた。もしこのタンクに類償していた場合、新潟市全域に爆発被害が及ぶ危険があった。消火作業のため県内の民間企業にある自衛消防隊が所有する化学消防車に出動要請をかけることにしたが、 連絡手段が壊滅していたため、新潟放送ラジオで会社の関係者の方に対策本部からの出動要請です。科学消防車を新潟市に派遣してくださいとの放送を行い、その放送を聞いた関係者によって駆けつける一幕もあった。液状化は破壊だけでなく想定していなかったいくつかの被害を軽減する作用も生じていた。 紛失した水により炎症が食い止められた。液状化した地層が、免震装置のアイソレーターとして機能し、上の構造物の揺れを弱めた。なお、新潟地震当時はまだ、液状化現象の言葉は使われておらず、行政やマスコミは、流砂現象という言葉を使っていた。新潟地震により、落橋した昭和大橋交通、ライフラインも長期にわたって麻痺するなど、 被害を受けた箇所は広範囲に及んだ。地震発生が平日昼過ぎということもあり、学校施設にも多大な影響を及ぼした。なお、新潟駅及び新潟市役所は液状化の可能性を予見し、当時の耐震基準を上回る耐震性をもって設計と建築されたため大きな被害は生じなかった。橋梁、編集品の川にかかる橋梁は、コンクリート橋の万代橋が、 取付部の破損、沈下のみで、車両の通行が唯一可能であったものの、八千代橋は、橋脚が倒れるなど深刻な被害を受けた。昭和大橋は、竣工直後だったにもかかわらず、橋桁が倒れ、橋脚2本は砂に飲み込まれ行方不明となり、タンスパンごとに傾いた。この落橋した昭和大橋の写真は、被害の象徴として知られている。 また昭和大橋と昭和4年にかけられた、モズ橋の被害の差は、構造の差に起因している。石油タンク、編集昭和石油新潟製油所の石油タンクは12日間に、渡って延焼し、地盤の液状化現象と、石油タンク火災が注目されたが、1948年、福井地震の経験を活かし地盤を、バイブルフローテーション工法によって締め固めていた。 タンクはほとんど被害を生じていなかった。この年は、新潟国体が4日前まで開催されていたが、夏季大会はこの地震の影響で、復旧作業を優先することになったことから、開催取りやめとなった。よって、国体の天皇杯、皇后坂争いは、春季大会までの成績で決定した。また、東京から新潟へご送中の囚人が地震で、行方不明。 新潟県見つけ警察署で確保したものの新潟からの警察無線を東京で受けられなかったが山根和馬がこれを傍受し出発地の中野刑務所へ連絡し通信確保に協力したこともあった。新潟地震の発生時期は1960年のテレビのカラー放送開始から4年後でありちょうどカラーテレビが普及し始めた時期でもあった。 豊富な記録映像が残った初めての地震としても知られる。これらの被害を収めた衝撃的な映像は全国ニュースなどで日本各地に伝えられた。ただし地震発生時は新潟県内の坪根はマイクロウェーブ回線がどの方面も切れてしまっており、NHK 総合テレビでは13時25分から津波警報を実施、夕刻の17時33分に 自力でローカル放送を再開した NHK 新潟放送局のヤ彦山送信所からの放送派を NHK と山放送局のクレハ山送信所の放送派中継で過労じて捉え NHK 金沢放送局と NHK 名古屋放送局のマイクロ派回線で東京に送りようやく全国に映像が流れるという混乱ぶりであった新潟放送では14時15分からテレビ 放送再開、被災した局舎屋上からの実況放送中に、局舎の真横を流れる品野川を遡上する津波を放送し認知 VTR にも録画された。また、空撮のために、新潟空港にいた同局のカメラマンは、滑走路上で発生した液状化現象を 8mm フィルムカメラで撮影し、使用不能寸前の新潟空港から羽田空港へ、 向かい待機していた東京放送のスタッフにフィルムが渡され全国放送された。映像は研究資料などとしても活用され、その後の地震対策などに大きな貢献を果たしている。なお、2014年には新潟映画社が地震直後のモズ橋の復旧工事を撮影、記録していた映像ネガフィルムが新たに発見された。島は島全体が約1メートル隆起 日本海海岸では5の20センチメートル沈下した。家屋の全壊は、新潟市、村上市、鶴岡市、酒田市など各地において発生した。新潟市周辺では1950年代以降、都市化の進捗と生活様式の近代化などによって、地下水に含まれる水溶性天然ガスを採取するため地下水の溶水量が急増し、それによる地盤沈下が深刻化していた。 1959年以降、新潟県や各市町村が天然ガスや地下水の採取規制を実施したことで大規模な地盤沈下は沈静化したが、それまでの間、新潟市をはじめとする各市町村では1年間平均で約20センチメートルの地盤沈降が観測されていた。この地盤沈下も新潟市中心部の液状化や津波による浸水などの被害を大きくした。 連続するアーチが特徴のバンダイ橋は、信濃川の新潟市中心部に架かる道路橋梁で唯一、この地震を耐え抜いたが、地震の痕跡が周辺に残っている。橋梁部の両端部、信濃川の堤防沿いに並行している市道がある。両市道は上流側から下流側に向かって、いずれも一直線に橋の下をくぐるが、橋梁下の人道箱居の前後の線形は、 緩やかな針の手状のカーブを描いており、上流側と下流側とは約1メートルの高低差がある。万代橋の橋梁本体は、新潟地震では約10センチメートル沈降したが、地震前には前日の地盤沈下などによって約1.2メートル沈降した。なお、万代橋から1キロメートルほど上流に、この地震の1ヶ月前の5月に完成した。 昭和大橋も橋桁が落ちるなどの被害を受けた。地元選出の国会議員であり、当時の池田隼人政権の大倉大臣でもあった田中角栄は地震保険の必要性を感じて保険審議会に諮問、審議を経て1966年6月、地震保険に関する法律が制定された。また、この地震で新潟市林海部に存在していた石油コンビナートで、 大規模な火災が発生したこともあり、1965年には消防法の改正も行われた。ありがとうございます。